こんにちは。はじめに問題の内容を確認しておこうと思います。図の四角形において同じ印をつけた辺の長さ。これは全て等しくなっています。つまり、この辺とこの辺とこの辺の長さですね。これは全部同じになっています。この時、あの角度と胃の角度ですね。これをそれぞれ求めてください。こういう問題になっています。では問題を解く人は一旦ここで動画を止めて考えてみてください。 では解説をしていきます。同じ長さの辺があるんで、二等辺三角形が出てくるだろうなっていうことはすぐに想像つくと思います。二等辺三角形を使って分かる角度ですね。これ書き込んでいきます。ここが37度。だからここも37度ですね。ここが37度です。で、ここが97と37足して、134度です。 ここが134度で、これが二等辺三角形だから、ここの角度とここの角度。これ180引く134。13これを2で割って、これ23度であると。ここまですぐ出てきますね。 あと、あの角度ですけれども、あの角度ってここの角度を出して、これを引いてもらったらすぐ出てきます。じゃあ、ここの角度。この二等辺三角形に注目して、180から37、37、37を2つ引きます。74引いて106度。これがアート23足したもんなんで、あの角度は106引く23で83度。これはもうすぐ出てきましたね。 はい。ちょっと難しいのは胃の角度なんですけれども、この問題さ、どう考えていくかなんですけれども、類題見たことあるんじゃないかなと思います。どんな問題か書いてみますね。こういう問題なんですけれども、この問題いろんなバージョンありますから、分かってる角度、それぞれ違うところの角度が分かってたり、求める角度、ここじゃなくて違うところの角度ですね。これを求めるような問題もあるんですけれども、じゃあこの問題でここの角度を求めるときにどうやって求めていこうかと。まずは45度、90度、こう分かってるんで、 ここの角度45度ですね。直角二等辺三角形です。で、この直角二等辺三角形とここの長さが等しいっていうのを利用するために、これを折り返したような図を考えます。直角二等辺三角形をこっち側に折り返したんで、 ここにできる形ですね。この形って正方形になります。ということは、ここの長さですね。これをそのまま折り返したんだから、こことここの長さが一緒。もちろん、ここも一緒です。そして、ここが45度。これ折り返してるんで、角度ですね。これ詳しく書いておくと、ここが45度で、ここの角度ですね。これが60度になります。そうすると、こことここの長さが一緒。 ここの間の角度が60度なんで、これ、こことここを結んでもらうと、ここに、正三角形ができます。ここ60、90度で、ここの角度が150度だから、ここの角度ですね。ここの角度は、180引く、150割る二で。 15度になりますね。この形とこの形全く一緒だから、ここも15度、ここも15度です。っていうことは X はこの正三角形の60度から15度2つ引いて30度。こういう風うに求めることができますね。 じゃあ、この図形でも、ここ、ここ、ここ、これが同じっていうことを利用するのに、これを折り返したような図を作ってみましょう。折り返す前から気づくと思うんですけど、97度で37度だから、これ折り返すと、ここに60度の角度ができますね。はい、こういうふうに折り返した図を作りました。37度はここにくるんで、97から37引いて、こっち側が60度、ここが37度になります。さらに、この辺とこの辺の長さが等しいわけですから、 こことここを結んであげると、ここに正三角形ができますね。じゃあ、胃の角度を出そうと思ったら、正三角形の60度から、ここの角度ですね。これを引いてあげればいいことになります。じゃあ、ここの角度をどうやって出すか。これ正三角形だから、やっぱりこことここの長さが等しいですね。さらにこれ折り返したもんだから、こことここの長さも等しいことになります。ここに二等辺三角形ができます。ここの角度は60度。 ここの角度は83と23足して106度ですね。これが折り返してきて出てくる角度なんで、こういう風うに60足す106度考えてもらったら、ここの角度出すことができますね。180引く。これとこれ足して166度。割るに7度。これが求めたいここの角度になります。じゃあ最後言い出します。60度から7を引いて。 こういう風に出すことができますね。他にもいろいろな考え方ができる問題なんですけれども、ここの角度97と83。これに注目します。これとこれが同じだったらまた考え方があるんですけど、今回はこれとこれ。97と83ですね。足したら180度になるんです。足したら180度で、こことここの長さが一緒だったら、これそのままを切り取って移動してあげようと。 こういう考え方もできますね。これうまいことを移動すると37と23。これ足したら60度なんで、正三角形とかも考えられるようになってきます。実際書いてみますね。はい、この83がここに来るように。そしてこの37がここに来るように。で、同じ長さの辺がここに来るように書きました。そしてここの角度ですね。ここが83と37で120だから。 180から120引いて60度。ここが60度ですね。そうすると、この三角形。これが正三角形であることがわかります。じゃあ、この辺の長さと、この辺の長さ。正三角形だから同じ。そして、この三角形とこの三角形。もともと同じ三角形をここに持ってきたもんですよね。そうすると、ここの長さとここの長さが一緒だから、これ二等辺三角形っていうことがわかりますね。ここ60度なんで、ここ120度。 こことここを足して60度なんで、ここの角度30度って出すことができます。だから、胃の角度は23足す30で53度。こういうふうに出すことができますね。ちょっと難しい問題なんですけれども、難しい角度を求めるときのいろんなパターン。同じものを折り返すとか、切って移動する。こういうようなパターンっていうのを頭の中に入れておいたら、いろいろ確かめて答えを出すことができますね。 はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価をお願いします。